毎度お気にこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。はい、今日のお題です。公民解説第1回、私たちと現代社会、私たちが生きる現代社会の特色についてお話ししようということで進めていきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。はい、少子高齢化で生きる私たちということで進めていきますね。少子高齢化という言葉があります。これは子供の数が減って65歳以上の高齢者の割合が増える。この65歳という年齢、この数字も覚えておいてくださいね。何歳以上が高齢者なんですかって聞かれますので、で、日本はね、少子高齢化社会でなく少子高齢社会なんですね。もうすでにそうなってます。右側の絵を見てください。昔はね、もうちょっとねマシやったんですけど、成人1人に対しておじいちゃんおばあちゃんを養っていかなあかんのが3人もいてる、それくらいの割合になってきてるんですね。非常にしんどい世の中になってきてます。おじいちゃんおばあちゃんが多いということは、当然医療費、それから介護費、そして年金のね費用が大きいんですね。でもこれが問題やとは僕は思いたくないんですよね。やっぱり長生きしてくれてるんだということで、いいことなんですよ。問題はそれを支えていく若者、子供がいないんですね。なぜそうなってるのか。出産や育児をしたくない若者が増えています。お給料少ないですし、それを育てていくほどの安定した生活がない人が多いんですね。なので世の中は出産や育児がしやすい安心した社会を目指していかないともうダメやっていうことになりますね。安心して子供を産んで子供が多い世の中になっていかなければダメやということですね。情報化で変わる社会と私たち。情報化社会、情報通信技術の発達ですね。これを ICT と言います。覚えておいてくださいね。コンピューターやスマホなど情報端末ですね。それとインターネットの通信技術が一体となってきています。さらには教科書にはないかもしれないですけど、 5G って出てきてますよね。この普及で医療やらこの通信技術がさらに加速していきますね。そしてネットでは、もう経済では完全に動いてるんですけども、ビッグデータっていう言葉がありますね。何を検索して何が売れるのか、これからの世の中はどういうふうに動いていくのか、これはすべてネット上のリサーチでもう会社動いてますよ。すごい時代になってきてますよね。そしてね、そういう世の中だからこそ皆さんは情報リテラシーって言って、情報をね正しく判断する力を身につけてほしいんです。すべての情報は溢れています。その中で何をチョイスして何が正しいか判断して、しかも自己判断で生きていかなければいけない、そんな時代がやってきたんだと思ってくださいね。社会の本質はこの情報リテラシー力にあると僕は考えてますので、これはね身につけて練習していきましょうね。あとはよくある話、情報モラル、考え方や態度等とあります。インターネットとかでね、書き込みでいじめとかで自殺したっていう情報とかありますよね。あんまり考えたくないけども、人間ってそんなに汚い存在なのかなと思うとちょっと悲しくなっちゃいますね。やっぱりモラルというものは持って接していかなければいけないとも言える時代になってきましたね。グローバル化する社会で生きる私たち、グローバル化という言葉がキーワードになります。覚えておいてくださいね。人、物、金、情報が世界でね加速度的に一体化していってます。今日本で起こったことは地球の裏側でもう情報として流れてる時代だと思ってください。例えばコロナが発生した、そのコロナがもう数ヶ月後には日本にやってきてるんですよね。そしてそのコロナ禍でも情報は共有されてます。ワクチンを何回打てばいいんだろう、どういう対応、どんな薬が効いてるんだろう、情報はすべて筒抜けになってますね。こういうのグローバル化というんで知っておきましょうね。各国の競争や分業で世界が成り立つ世の中になってますね。通信技術もその一端になってると考えていいでしょう。なのでね、一つの国がなんか傾いていくとドミノ倒しでね全部悪くなっていくので、多文化共生社会という言葉があって、
これを大切にしていきましょうっていうことが最近言われ出してますね。いろんな国の文化とかですね、何を考えてるか、どんな宗教なのか、それを理解した上で支えていくんだっていうくらいの気持ちじゃないとグローバル化は生き残ってはいけないんだと思っておいてくださいね。なので国際協力、地球環境問題とかもそうですね。一国だけ頑張っとっても無理です。人口増加問題もこうそうですよね。やっぱりみんなで協力していって話し合って前に進めていく問題がたくさん出てきましたね。それがグローバル化っていうもんでしょう。そして最近よく聞くような言葉になってきましたね。持続可能な社会です。持続可能な社会と私たちという課題で、見ていきましょうか。持続可能な社会とは現代今の幸せと将来自分の子供たちの幸せを両立できるように、今も幸せでいたいし未来も幸せでいたいし、それを両立できるように考えていきましょうねっていう考え方です。なので未来に悪影響を与える公害とか地球環境問題というのはね、特に考えなければいけないということになりますよね。そして一人一人が社会に貢献していく意識を持ちましょうと、社会参画というんですけどね、これが必要になります。そして SDGs、 この言葉きっちり覚えておきましょうね。すごい話題になってます。いろんな会社員さんがこのバッジですね、ずっとつけてます。じゃあ SDGs ってなんやねんって言ったら、2015年にね、国連が定めた持続可能な開発目標17項目を挙げたんですね。これにのっとって地球上の人々は社会参画していきましょうということなんですね。はい、それでは社会科復習クイズに行きましょう。1番、子どもの人口の割合が減ることを何と言いますか。2番、高齢者とは何歳以上を指しますか。3番、情報を正しく判断して利用することを何と言いますか。4番、情報通信など端末を使いやり取りすることを何と言いますか。5番、人や物、情報などが世界と一体していくことを何と言いますか。6番、2015年に持続可能な社会を目指すために国連が提示したことを何と言いますか。7番、5は何項目ありましたか。8番、コロナ感染症の正式名称を答えなさい。8番だけちょっと違う時事問題出しておきましたね。押さえておきましょうか。はい、答え合わせいきましょう。1番、少子化。2番は65歳以上。3番は情報リテラシー。4番、インターネット。5番、グローバル化。6番、 SDGs。 7番、17項目で、8番は COVID-19、 COVID-19 と言いますね。いけたでしょうか。そしたら今日はこの辺にしておきましょう。公民解説第1回ですね。私たちと現代社会、私たちが生きる現代社会の特色についてお話ししようということですね。ただね、ここテスト対策でお勉強している人、学校のノートよく見ておいてくださいね。ここ癖があるんで、学校の前身によって出るとこちょっと変わってきますよ。気をつけてくださいね。はい、そしたらこの辺にしておきましょう。皆さん、さよならー。